ヨットで単独無寄港の太平洋横断に挑戦している海洋冒険家の堀江謙一さんがハワイ沖を通過しました。芦屋市在住の海洋冒険家で83歳の堀江謙一さんは、60年前に世界で初めて小型ヨットで太平洋の単独無寄港横断を果たし、その後も世界一周を成功させるなど数々の偉業を達成してきました。今回は世界最高齢での記録を目指して太平洋の単独無寄港横断に挑戦し、先月27日にアメリカのサンフランシスコを出港しました。途中嵐に見舞われながらも平均時速 9km で順調に航海し、日本時間の16日午前、ハワイ・オアフ島の沖合およそ 2.5 キロを通過しました。航海は予定より1週間ほど早いペースということで、堀江さんはヨットの上で手を振るなど元気な姿を見せました。日本までは残りおよそ6500キロで、堀江さんは6月に西宮市のヨットハーバーへの到着を目指して航海を続けます。